あ、ん？黒サイ。黒サイじゃないか。誰だい？あいつは俺を突き飛ばしたやつじゃないか。私もやられました。なぜだ、なぜ奴がここにいる。捕まったはずだろう。まさか脱獄。黒サイ、貴様独房入りしたんじゃねえのか。何しに来た。おっす、今日からここトマホークでお世話になります。黒サイと申します。何？おっす、よろしくお願いします。何を言ってるんだ貴様。もう解雇されたはずだろうが。おっす、それは兄です。逮捕されたのは兄です。何？嘘つけ。そんなはずがあるか。本人そのものじゃねえか。おっす、よく間違われます。このほくろで見分けてください。ほくろ？うん、すまんすまん。社長、こいつは。うん、うん、そっくりや。俺も最初面接来た時びっくりしてよ。でも弟やって言うからよ。なんだ弟かっていう。それで採用したんよ。でも奴の弟ですよ。信用していいんですか。やる気あるって言うからよ。おす、やる気満々です。トマホークの将来は自分に任せてください。お、よろしくだまぞ。そうか、弟か。俺はヘビオカ、あだ名はイーグルって言うんだ。よろしく頼むよ。おす、よろしくお願いします先輩。私はタヌキだ。あだ名はジャッカルだ。お兄さんにはひどいことをされた。代わりに君に償ってもらおうと思うんだ。おいおい、それは関係ないだろう。恨むんなら本人を恨めよ。おす、兄が失礼なことをしたようですみませんでした。自分が代わりに謝ります。ん？おいおい、聞いたかよ。よくできた弟じゃないか。なあ、気持ちよく迎えてやろうぜ。失礼した。君の人格に敬意を表して謝らせてもらうよ。こいつ、新人らしからぬ堂々とした態度といい、ジャッカルを手玉に取る処世術といい、できる。黒崎君、俺はトマホークの営業本部長白樺だ。よろしく頼むぞ。え、おい、聞いてんのか。ふん。な、貴様なんだその態度は。おい、おい、ウルフやめろよ。入社初日に怒らなくてもいいだろう。ああ、こいつの態度が悪いからだろうが。何を言ってるんだ。こんなできたやつはそういないぞ。見てなかったのか、この俺に対する態度を。入社初日で緊張してるんだよ。分かってやれよ。大人げないぞ。緊張なんかしてるわけねえだろう。このふてぶてしい顔を見ろ。こいつは黒サイの弟だぞ。お前よ、それ以上新人いじめをするようなら俺は黒サイの方につくぜ。何？こいつはなかなかできたやつだ。そんな将来有望な男を潰そうとするお前の策略にはヘドが出るぜ。なんだと？私も黒サイ側につかせてもらおう。な、そもそも私は貴様を上司と仰ぐのは気に食わない。俺も同感だ。何、貴様ら。私も気に入らない。な、僕も納得してにゃいんだ。貴様、俺のことよく知らんだろうが。大体なんでこの俺様がウルフなんかの部下なんだ。くっ、こいつらとうとう本性を表しやがった。黒サイを擁護するふりして俺を囲い込みやがった。弾劾裁判か。まさに背水の陣、打つ手はあるか。くっ、ここは折れておくしかあるまい。わかった、黒崎君、怒鳴ったのはすまなかった。許してくれ。おいおい、俺が怒ってるのはお前が俺の上司だってことだぜ。な、その通り。論点をずらすなよ。な、そんなことは俺に言うことじゃねえだろ。文句があんなら社長に言え。俺と変われ。貴様また。ん？大体なんでこの俺様がウルフなんだ。おい、それはまさか。黒サイ、貴様、貴様本物の。よし。おい、なんだウルフ、また怒鳴り出して。謝ったり怒ったり世話しないやつだな。貴様見てなかったのか。こいつは本物だ。本物の黒サイなんだ。そりゃあ弟なんだから黒サイだろう。何言ってんだ。違うんだ、弟じゃないんだ、兄なんだ。はあ、兄の方は刑務所だろう。いや、そもそも兄弟なんていねえんだ。そうだろう、黒サイ。ふ、この野郎、とぼけやがって。おい、ウルフ、いい加減にしろよ。うるさくて仕事ができないじゃないか。いや、だって。やはり上司と認めるのは納得できんな。何？全く同感です。ヒステリックな上司ほど迷惑なものはございません。だから違うんだよ。ほんとほんと、嫌にやるね。なぜだ？なぜわかってくれ？ふん。貴様、
覚えてろ。